今年度輝かしい成績を残したスポーツ関係者の功績を称える静岡新聞社静岡放送スポーツ賞の表彰式が今日開かれました。表彰式に先立ち、全日本高校女子サッカー選手権大会で初の連覇を果たした藤枝純真高校の柳瀬風那首相と高尾麻里奈選手など4人が SBS 静岡新聞社を訪れ優勝報告をしました。 SBS 静岡新聞社の大石豪社長がコロナ禍の中での優勝は感慨深いものがありましたと栄誉を称えました柳瀬セ首相は大会を通じて個人としてチームとしても成長できた1年でしたと振り返りました静岡新聞静岡放送スポーツ賞で表彰されたのは国の内外の大会で優勝したチーム優れた記録を残した12個人と3チームです 体操女子の種目別平均台でオリンピック出場が有力視される芦川浦ら選手は優秀選手賞に選ばれましたオリンピックの前にまだあと一戦ワールドカップが残っているのでそこで優勝してオリンピックの権利を勝ち取れるように頑張りたいですまた全国大会で今年5度目の優勝を果たした藤枝順心高校サッカー部も表彰されました その他長年、県内スポーツの発展に寄与し優秀な選手を育てた指導者なども選ばれました。